築地場外市場インフォメーション。皆さんご機嫌いかがですか。中央 FM ナビゲーターの南谷麻子です。このコーナーでは中央区にある築地場外市場の情報をお伝えしていきます。では早速こちらの情報から。築地秋祭り2012 10月6日7日開催。毎年多くの方で賑わう築地秋祭り、楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。今年もイベント満載で盛り上げますので、築地へのご来場をお待ちしていますとおっしゃる築地食のまちづくり協議会小島さんに今年の内容を教えていただきましょう。手焼き卵焼き専門店本玉小島を営んでいます小島です。毎年恒例となりました築地秋祭り2012を10月6日土曜日と7日の日曜日の2日間にわたって開催いたします。会場は築地場外市場全域及び築地場外市場のちょうど真ん中あたりにある小田原橋駐車場を特設会場といたしまして、イベントを開催いたします。開催時間は9時から15時までです。今年の築地秋祭りでは様々な企画をご用意しております。その一部をご紹介しますと、小田原橋駐車場特設会場に青空休憩所というものを設けまして、そちらのイベント会場では多数の椅子とテーブルを用意した休憩スペースや、築地の名店による飲食の販売、また7人の貸し出しを行い、築地でお買い物した商品をその場で一つまみしていただけます。今年の4月より毎月7日に開催している7日市を秋祭りの10月は大7日市と称して、6日と7日の2日間にわたって開催いたします。約200店舗のお店が当日に限り各店自慢の商品を独自のサービスでお届けします。イベント当日の6日と7日にはお買い得なお買い物チケットを販売いたします。1枚100円のお買い物券11枚綴りを1000円にて販売いたします。チケットは場外市場の全店で使用が可能です。また札幌ビールの特設ブースでは、定番商品はもちろん秋の新作ビール等の他にソフトドリンクやワインを販売します。また6日土曜日には日本食調組合による鶏もつ煮とジューシー手羽焼きの実演販売を行います。では最後にもう一度日程です。築地秋祭り10月の6日土曜日と7日の日曜日の2日間午前9時から午後3時まで開催いたします。なお秋祭り当日は混雑が予想されます。お越しの際は公共の交通機関をお使いください。皆様のご来場を心からお待ちしております。小島さんありがとうございました。今年の築地秋祭り、内容が盛りだくさんすぎて実は全てをご紹介しきれていないんです。明日も残りのイベントを紹介しますのでお楽しみに。今回ご紹介したイベント情報や築地場外市場の情報は公式ホームページでもご覧いただけます。イベント情報以外にも築地場外にある約400店舗の詳しい紹介や築地マップ、市場開催日のカレンダーなど築地情報満載のホームページです。鮮度抜群の食材から調理器具まで食べ物に関するものなら何でも揃う東京の台所築地。毎日のお買い物やお食事にぜひご利用ください。このコーナーのお相手は中央 FM ナビゲーターの南谷麻子でした。築地場外市場インフォメーション、一般財団法人中央区都市整備公社の提供でお送りいたしました。